はい、引き続き5回目のイマキュレートです。今14時7分になったところです。はい、じゃあ、サイコロ2つ振って、ドラフト順位を決めてからの開封となります。はい、じゃあよろしくお願いします。1と1の2は振り直しです。はい、せーの、おい、はい、4と2で6回ですね。もう大体皆さん分かってきましたね。あともうポンポンとやっちゃいます。はい、じゃあいきます。6回抽選、1 2 3 4 5で6回目いきます。せーの、ポチ、6回目、 OK ですね。ドラフト1位は ZXY さん、 ZXY さんです。おめでとうございます。はい、BGB イマキュレ99ですね。 IM99 ドラフト1位は ZXY さん、はい、おめでとうございます。ドラフト2位が MK16 さん、ドラフト3位と4位が MMRY さん、ドラフト5位が MK16 さん、ドラフト6位がダイさん、ドラフト7位と8位 MMRY さん、9位三日月さん、10位 AAZ さん、11位が MMMMM さん、12位 FCTR17 さん、13位が ZXY さん、14位 MMRY さん、15位 ZXY さん、16位 OBS さん、17位 LEO29 さん、18位 ZXY さんとなります。はい、はい、5ケース目のイマキュレーです、ね、はい、はい、じゃあ小箱ね、取り出しますんで少々お待ちください。よいしょ、はい、以上。あとちょっと一箱だけ取り出して、ちょっとお客様に買い物ビニール袋をちょっとお渡しするんで、ちょっと待ってください。はい、じゃあ後ろのテープ切ります。はい、ありがとうございます。はい、イマキュレの99回目ですね。通算このイマキュレ、新しいイマキュレの5回目です。いきます、よろしくお願いします。はい、ゲレン・マーティンズさん、モナコの選手、30の65、あ、ジャージナンバー一番違いでした。よいしょ、はい、モナコ、ブーツメモラのラームですね。
はい、ここなんかこういう部分見たことあります。75万円限定の2番、ブーツ、靴ですね、バイエル。はい、でブーツムムラの下にこれナイキの総主かな、アメリカのマットさんですけど、6の10です。すごいですね、なんか裏までナイキの総主かな、ジャージですからね、ここですよね多分、総主マークっぽそうです。はい、カーバルですね、48-99ポルトガル、インクですね。で次もインクのラメラ、はい、次もインクですけどカンナバーロです。あ、20枚限定だからショープリですね。人によってシリアルがスタート位置が全然違います。これ通常が20しかないです。6-20カンナバーロ、レアルのカンナバーロ、かっこいいですね。はい、2つ目、カンナバーロも伸びとか当たりだったもんな。これ外れですもんね、扱い的にはね。はい、メッシのベース35-65です。これはアルゼンチン、メッシのベースで、ジャージはウムティッティ40-99で、パッチだけどバッカですね、50シリです。50からパッチが結構入ってるような感じですね、なんかね、47-50、まあ人によりけりですね。でペンレさん、はい、で、メキシコクルート、その下がなんかヒット系のオートっぽいですね。なんかね。はい。パベル・パルトさん。99-65。で、一番下誰でしょう、せーの。おい、あ、バッチョバッチョ、ゆうべ7-10。ジャナ何番?10。はい。モダンマークス。これは通常です。10枚からしかないですね。ロベルト・バッチョ。はい、孫を入れておきます。で3箱目、バッジを置きました、初バッジ。はい、ギャラですね、メキシコ1-65、これも若手、よいしょ、はい、すごいですね、大ゴール出てクリロナダブルパッチオと来て、アンリ来てバッチオですよ。ね。はい。ペレイラ。16-99。お、ダブルシューズですね。これさっきね、ダブルシューズいいとこ入ってましたけど。まあ、靴ですからね。はい。クラッツ。あ、でもこれもデフライだ。デフライと、ラノッキア。8-10。インテル。ジャンボ系19-50です。これはどうなんだろうね。はい。で、バルデラ32-50。インクですね。はい。で、キミヒのプレミアムパッチオート24-70ですね。はい、2箱目でバッチを来ましたね。バッチは結構トレベルでも少なかったですもんね。はい、ポールセンさんでいいのかな、デンマークの選手、29-65。はい、で次はラーム29-99で、ジョン・ストーンズ
で、これはブーツメモラですね。青なんでパラレル。19-20 です。ジョーハート。靴です。グローブではなく靴。はい。で、インクのララス。19-25。はい。あ、これいいですよね。若い時の写真とね、今の写真とこう。はい。ファンペルシー。10-10です。でも、ジャーナンは19-17なのかな？はい。ファンペルシー。若い時と、今と、いうカードですね。これいいですね。はい。で、5箱目。ファンペルシーも確か少なかったはずですね。はい。お、ムバッペの25尻。25-25です。バッパイ。どっちなの？帯がついてますね。はい。25シリ。で、ジョーハート。22-99。で、ピルロの39-50ですね。はい。で、ブック。誰でしょうか。せーの。はい。お、ウェア！ティモシー・ウェアです。はい。まあ、ルーキーイヤーでしょうね。今年ね。カード的には。はい、40-50です。50枚限定の40番。これ綺麗ですよね。いいです。AB。なんだろうね、AB。はい。上。ブックはあんまり広げるのがあれなんで、もうこれに入れますんで、これで判断してください。ね。はい。ケースに入れました。はい。で、ネスタ。初めて出たね。ネスタ。92-99。うん、ネスタもちゃんと枠入ってます。はい。で、一番下は、ショープリですね。モラタ。7枚限定です。3番。モダンマークス。アトレティコ。で、6箱目。もうブックも出たしね。ウェアですからね。はい。テシテーゲン。25-25ですね。ベースもムバッペ。25尻ですし。よいしょ。はい。ブックは必ずじゃないですからね。はい。アメリカ女子のオヘアさん。オハラさんか。4750。はい。モーイさん。29-99。で、ネイマールですね。18-50。はい。で、クリフォビアクですね。53-99。おお、来た。来た。バッジを出てんだけど。場所がすごい。マグホ。これは入れとこう。もう速攻入れとこう。すげえ！ピルロのメジャーリーグサッカーパッチ。すごいっすね。イタリアのこの写真なのに、このメジャーリーグサッカーのパッチ使ってないって言わないでくださいね。パニーニさん頑張ってますから。ちゃんとね、マッチオンとか集めてますからね。はい、ちゃんとマッチオンですよ。かなり頑張ってると思いますよ。うん。はい。日本の方ぐらいだと思います。よいしょ。すごいですね、これ場所的にも。4-5です。5枚限定で金ホロですね。他の番号が下があるのかちょっとわかんないですけど。はい。場所がいいです。感性がね、違いますからね、やっぱり人それぞれ。はい、金ホロですね。金ホロで多分10ないので、普通の方より多分半分、ショープリ枠だと思います。はい。ということで、まあ、ウェアのブックとバッチオとピルロと、他のがいろいろも出てますんで、全然ありですね、やっぱりね。
はい、面白いです。パッチも、まあ、場所がいいのが多いんでね。25シリー以下だと、まあ、いい部分が入ってたりします。10シリー来ると結構、タグ系が入ってるような感じがいたします。はい。じゃあ、5回目の今切れ、これで終わります。はい。参加者の皆様はドラフトリストを送付していただく形になっております。期限は明日の夜8時までとなっております。店長の画像アップは4時、5時過ぎあたりから順次行いますので、画像アップをお待ちください。今日ね、あと3回やらないといけないんで、そこだけちょっとご理解ください。はい。で、今募集中のホームページでね、100、BGB の今切れ103、いわゆる通算9回目を募集しております。ぜひご注目ください。埋まればすぐやります。はい。ということで、内容もね、いいんでぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。